皆さん、こんにちは。インスパイのことです。えー、今日もユーストリームからですね、ネットビジネスに関するノウハウを生中継でお届けしたいと思います。えー、今日お届けするテーマは、個人の顔は信頼関係、仕事の顔は利害関係、Facebook リスト活用法ということについてお届けしたいと思います。はい、今日もよろしくお願いします。はい、えー、今日のテーマっていうものは、あの、最近結構ですね、あの、皆さんから質問が多い点なんですね。 あの、Facebook は2つの顔があると。で、えー、プライベートの顔と仕事の顔、えー、個人の顔と会社の顔、2つあって。で、だから個人ページでは友達と付き合いましょう。Facebook ページでは仕事のことを書きましょう。お客さんとつながりましょうっていうことを、えー、言っているんですけど、一方で、この2つを両方活用していくと、いろいろ問題が起きてきます。えー、それは Facebook を やっていると、お客さんから、あの、お友達になってくださいって言われるようになる。えー、もしくは皆さんも Facebook の個人ページを活用して、仕事に使えないかなと思うようになる。ということですね。こうなってくると、ちょっとハイブリッド型に変えなきゃいけないですね。今までの商売の仕方は、切り分ける。ということは、さっきの2つの個人ページ、Facebook ページで切るんですけど、さらに、えー、回そうと思ったらですね、このハイブリッド化 型にしななきゃいいけですねその時に個人ページの扱いというのが非常に大事になるので、今日はそのことについてお届けしたいと思います。例えばですね、ちょっと私がやっているものを紹介していきたいと思うんですが、まずこちらになります。そのためにはですね、リストというものを活用します。Facebook には友達を分類する方法としてリストというものがあります。 えこれは Facebook のニュースフィードが出ている画面の左のとこですね。左のとこずっと下がっていきますと、えー、友達って書いてる場所があるんですね。友達。えー、友達って書いてる場所の、えー、右側のとこにですね、マウスを持っていくと、もっと見るっていうものが出てきます。これマウスを当てないと出てきません。この、えー、友達の右横あたりですね、にマウスを持っていってください。そうすると、もっと見るっていうのが出てきますので、ここを押していただいて、 えー、そうするとですね、あのー、ずらっとページが出てくるんですね。自分の友達一覧っていうリスト分けのページが出てきます。そこの右上のとこにリストを作成っていう、えー、ボタンがあります、えー。これを押していただくと新しいリストを作成というこういう画面が出てきますので、この画面で、えー、名前とあとどういう人をそのリストグルーピングしたいかっていう風に入れて作成と押すとできます。で、例えば、 私はどういうふうにやってるかっていうことで紹介したいと思うんですが、例えばですね、この真ん中にいる女の子、真ん中にいる女の子は、この赤いね、リスト、新潟の人っていうリストがあります。新潟の人っていうリストの中には、いろんな女の子とかいろんな男の子いますけど、この赤いね、真ん中にいる女の子、これは新潟の人っていうリストにも登録されています。で、一方で、 お客様っていうこの青い丸ですね。お客様っていうリストもありまして、お客様のリストの中にも登録されています。で、一方で、今度緑の枠ですね。緑の丸。この中にも登録されている。要するこのさ、あの、この真ん中の女の子は3つのリストに登録されていると。こういうことができるんですね。まあ、他にもこの方は新潟の人。え、この、この女性は、 新潟とお客様と二つということですね。こんな感じでできます。一人の友達を複数のリストに使い分けて受信発信ができます。そうするとどんなことができるかということで見ていきたいと思いますけど、例えばこちら。受信するときですね。受信。ここで例えば左のメニューで、お客様っていうリストを作っておくと、 要するに自分とこの商品を買ってくれたお客様とか取引しているお客様がいますよね。このお客様っていうリスト、ここに上に出てますけどカスタムリスト。カスタムリストっていうものを出しますとですね、ここに出てくる情報っていうのは、そのお客様っていうリストに登録されている人々のニュースフィードが抜粋して出てくることができるんですね。 そうすると、ここに出てくるものは、要するにお客様なわけなので、お客様が日々何をしているかっていう情報が、ここで確認できることになります。例えば、お友達、お友達という名のお客様が、おはようございますって書いてたら、おはようございますって返事を書いてあげたり、え、お友達という名のお客様が、え、例えば、え、ラーメン食べましたって書いてたら、美味しそうですねって書いてあげたり、 えー、ディズニーランドに来ましたって書いてたら、えー、素敵ですね。僕も行きたいですって書いたりすると。えー、いうことをするのが、えー、まず一つあります。そうすると、何が起きるかっていうと、えー、相手方から見るとですね、その情報っていうものは、あ、そうだと。あのー、コメントくれたの見て、いいねくれたの見て、あ、この人誰だっけと思ったあ、そうだ、横田さんってあれだと。えー、この間セミナーで、あのー、受講した、 あ、セミナーの講師だった横田さんだというふうにわかるわけですね。で、また忘れた頃にまた私がいいねとかコメントすると、あ、そうだ、この人はって思い出すと。私は売り込んでるんではなくて、あくまでも個人の顔の方で繋がることによってで、そこで、あ、って覚えてもらえるということですね。こういう方法があります。で、もう一個方法があります。今度は受信ではなくて発信するとき。 ですね。情報を発信するときに、例えばこんなことができます。ここの自分が投稿するときの公開範囲、公開範囲にリストを選べます。ここでお客様とかお客様以外とかっていうのが作れます。 例えば、えー、お客様っていうリストを作っておけば、そこには、えー、本当の同級生とか幼なじみではなくて、えー、お客様っていうメンバーが入ることになりますので、お客様に向けた自分のメッセージが書けます。で、ここで、えー、あの、例えば、あの、キャンペーンやりますとかね、あの、なんか、あの、こんなもん今売ってますみたいな、新商品出ましたみたいなことを書いてもいいんですけど、えー、個人ページなので、本当はそういうことは書いちゃいけませんよね。だから、ここで、 まあそういうのをやってもいいですけど、私お勧めするのは、あくまでもニュースレター的な使い方をするってことですね。お客様に向けて、えー、自分の仕事ぶりだったりとか、えー、今こんな取り組みしてますとかですね、えー、例えば、えー、こんな今大変な思いをしましたけど、頑張りますとかですね、えー、そういう、えー、ニュースレター、あなたレターとかありますね。えー、自分の、えー、売り込みではなくて、自分自身、自分のお店を知ってもらうっていうものを、 え、あくまでも売り込みではなくて、え、仕事ぶりを伝えるような投稿をしていくっていうのはありだと思いますね。で、一方で、お客様以外っていうものも、え、逆にリストとして作っておくといいかなと思いますね。え、要するにこのお客様以外っていうリストは、え、自分の、あの、本当のお友達、お客さん以外、 の人に対して例えばちょっと今日あった愚痴だったりとか、えー、今日、あのー、こんな悲しいことがあったとかねそういうことを書きたいんあればお客様以外っていうのを作ることによってできるとだこれも使い分けなんですよねだからどこまで自分の情報を誰に向けて出すかって考えた時にこの個人の顔と会社の顔を使い分けなきゃいけないのでこのようにリストというものを使って受信側でも分けられるし発信側でも分けられると いうことが、えー、ポイントになります。で、今日後半にお届けしたかったことは、えー、個人の顔は信頼関係、会社の顔は利害関係っていうことなんですね。えー、つまり、えー、どんなことを言っても、えー、商売としてやってる以上は、えー、会社の顔でお客さんと接するときは、利害関係しかないんですね。えー、どっちかが売ってどっちかが買うしかないんです。だからこの関係で、いくら、 えー、自分が信頼を得ようと思っても、いくら自分が、えー、あの、その、売り、あの、ぼったくってないよって言おうとしたとしても、どんなに頑張っても利害関係なんです。わかりますかね。なぜかっていうと、皆さんはボランティアで仕事をしてるんではないです。えー、あの、利益を追求することが企業の役目です。だから、どんなに、えー、偉そうなことを言っても、えー、儲けなきゃいけないわけですね。えー、お金を稼がないと仕事をやっていけないわけです。 だから、これはもうね、割り切るしかないんですよ。ただ、えー、大事なことは、その、個人の顔を見せるっていうことが大事だっていうことなんですね。つまり、えー、会社の顔だけしか見せてない場合は、どんなに頑張っても利害関係しかないんですね。だけど、そのお客様に対して、えー、自分のプライベートの顔、要するに仕事以外の顔を見せるっていうのは、仕事以外っていうのは、信頼関係で成り立ってるんですね。 信頼関係って何かっていうと、どっちかが儲かる、どっちかが損するとか、えー、売り買いっていう関係ではなくて、イーブンな関係っていうことです。どっちが上とか下ではない関係ってことですね。それが、えー、友達と言います。なので、えー、皆さんが今後考えなきゃいけないことっていうのは、えー、三法よしという、売り手よし買い手し世間よしっていう考えもそうなんですけど、ちょっと戻しますね。えー、考え方もそうなんですが、えっ、ー、と、要するに、えー あの友達っていうものの定義を拡大解釈するっていうこと、えー、友達っていうものは、えー、何なのかということを考えた時に、えー、自分の会社とお客様と共に共存共栄で共に助け合いながら、えー、幸せになっていくものが友達だというふうに考えます、えー、要するに、えー、お客様のために商品を提供するっていうことはお客さんも、えー、喜ぶ満足するから提供しているわけですね でそれによって皆さん方も利益を得られるから仕事が続けられるわけです。だからどっちかが、えー、あの異常に儲けたりとかどっちかが異常に損するぼったくられるという関係ではなくてお互いが支え合ってるからこそお客様がいるからこそ私も仕事としてやっていけるし、えー、相,相手方ですね、えー、お客さん側としては、えー、自分がちゃんと買ってあげるからこそ自分が買ってるお,客さんあのお店 お店が存続できると。そのために、要するに私はあなたから物を買うんだと。あなたから買いたいのは、あなたが仕事が続けられなくなったら、私はあなたから買えないから。だから、そのためにあなたから買うんだと。一方で、お店側は、自分が商売するためには、利益を得なきゃいけないんですね、続けられないんですね。そのたためにあなたがが、いると。で自分が 商品を、サービスを提供することで、お客様が幸せになれるっていうことが、友達としても嬉しい。この二つの顔っていうものを上手に使うことによって、そのお客様とお店っていうものが関係性を作れる。これにはこの二つの顔を上手に使い分けるっていうことがポイントなんですね。そうした場合に個人ページでは、 このように二つを使い分けることによってする。ただし、ただしですよ。えー、だからといってお客様というリストを作って、えー、売り込んでいいっていう意味ではないんです。私が言いたい。えー、あくまでも個人ページは売り込みをするんではなくて、えー、自分の、えー、ニュースレーターです。自分の思いとか仕事ぶりっていうのを伝えるために使ってほしいんですね。というものが、えー、リストの使い方です。 えー、なので、あの、要するに結論的にどうなるかっていうと、えー、個人ページで繋がる人は、えー、これから、例えば、あの、皆さんの商品を買おうと思っている、えーね、買,い買いたいと思っている見込み客、えー、ですね、方も、えー、友達という名のお客様、お客様という名の友達にしてもいいんですけど、じゃあその人に対して売り込むために、 えー、買いませんか買いませんかっていう投稿をその人に絞ってするんではなくて、あくまでもその人のアプローチは、えー、プライベートの顔でアプローチをするっていうことですね。だからリストとして2つ分けているんだけど、ただ接し方は友達の顔として、えー、お客様に接する。えー、お客様以外っていう方は友達の顔として、友達として接するっていうか、ね、わかりますかね。えー、このように、えー、する。 で、一方で、えー、自分の商品を買ってくれたお客様っていうものも、Facebook のお友達にすることによって、えー、そこでなお皆さんのファンにしていく。なお、お客さん側からしたら皆さんのファンになっていく。っていうことを続けることによって、えー、またね、物を買いたいという、リピーターになっていくとい仕組みも作れますし、えー、本当に皆さんのことを応援していけるリピーターを作っていくことによって、その人と、また新しい次の展開ね、えー、私が呼んでいる買って客。 お客様はお客様を勝手に紹介する仕組みが作れるのも、個人ページでそういう自分の本当に固定客と友達になるっていうことがスタートになってくると思うので、ま、この組み合わせだと思ってるんですね。はい。ということで、今日お届けしたものっていうのは、個人の顔は信頼関係、会社の顔は利害関係、Facebook のリストを活用しようっていうことについてお届けしました。で、これはあくまでも個人ページで行うことなので、 売り込みとしてこのようなリストの活用をするんではなくて、あくまでも自分の仕事の顔ではない、プライベートの顔を見せるために、えー、個人ページのリストを活用してくださいということになります、えーご。ご理解いただけましたでしょうかね。はい。ということで、えー、今日はですね、えー、個人の顔は信頼関係、会社の顔は利害関係ということについて、Facebook のリストを活用しよう。お,お届けしました。インスパイアのごでした。ありがとうございました。 拜拜。Bye bye.